松田翔太は日本の俳優、東京都杉並区出身。オフィス作所属。1985年9月10日、俳優の松田優作と女優の松田美幸の次男として生まれる。4歳の時に父、松田優作を亡くす。兄の松田竜平も俳優、妹の優姫は、エレクトロニックユニット、ヤングジュベナイルユースのボーカル。妻は、 モデルの秋元小勢。2005年、スペシャルドラマ、ヤンキー母校に帰る旅立ちの時不良少年の夢で、俳優デビュー。同年、少女漫画原作のドラマ、花より団子のサイモン・総二郎役で人気を得る。2006年には、映画、陽気なギャングが地球を回すで、映画デビュー。2007年、ドラマ、ライアー・ゲームで連続ドラマで、初主演して、注目を集め、 同年映画、ワルボロで映画初主演。2008年、厚姫で14代将軍、徳川家持役で、NHK 大河ドラマ初出演。2009年、名探偵の起点に主演で出演。2014年2月14日、所属事務所を、同年2月21日付で、検温から、母の松田美幸が、代表取締役を務めるオフィス作に移籍することが、 両事務所から発表された。2015年 CM 総合研究所が発表した2014年度 CM 交換度ランキングの男性部門で第1位を獲得。2018年4月25日モデルの秋元梢と結婚したことを発表。英雄三太郎、ありがとうございます。